マヨルカ王国、マヨルカ王国、マヨルカ王国、スペインも、例のデマヨーカは、13世紀から14世紀にかけて、地中海に浮かぶマヨルカ島、マジョルカ、マリオルカともを中心としたバレアレス諸島にいました、王国である。マヨルカ王国は、征服王として知られる、アラゴン国王ハイメ一世が建てた国である。彼は、イスラム支配下にあった地域の占領に邁進し、 1229年から、バレアレス諸島マヨルカ島への侵攻を開始する。1232年には、メノルカ島、1235年には、イビサ島を制圧した。長男、アルフォンソの死後、彼は、5歳、ヨラーンとの間に設けた2番目の男子、ハイメのために与える国として1262年、マヨルカ領土をハイメに相続する意思を書き留めた。 1276年のハイメ一世死去に伴い、アラゴン王国の王位は、着南、ペドロ、ペドロ三世、大王に継承されたが、一緒に従って、マヨルカ王国はハイメに相続されることとなり、ハイメは、マヨルカ王ジャウメ二世、ハイメはスペイン語で、ハイメ、カタルーニャ語では、ジャウメジャウメとして即位した。また遺書では同時に、マヨルカ王国は、 アラゴン王国の従属国であることも明記されていた。マヨルカ王国の主要部は、バレアレス諸島のマヨルカ島、メノルカ島、イビサ島、フォルメンテラ島などから構成されていた。しかしこうした、島諸部以外にも、マヨルカ国王は同時に、ルシオン白陵とセルダーニュ白陵、及びオクシタニア、南フランスから、スペイン北東部にかけての地域内で、ハイメ一世が獲得したモンペリエ統治権。 オーベルニュのカーラット死尺領、ウマラス断者領も保有した。しかし、ハイメ一世の残した、このような遺産こそが、まさにその五輪国に翻弄され続ける、マヨルカ王国の運命を決めてしまったと言える。なぜなら地中海と大陸に散らばる王国の飛び地は、当時しばしば領土紛争を起こしていた二つの、大国フランス王国、カペイチョーアラゴン王国の領土の合間に、 存在したからである。この王国の脆弱さを自覚していた、ハイメ一世は、在世中に、セルダーニュを完全に征服して、新しい王国に統合しようとした。またさらに、サボヤ家のアメデオの娘ベアトリーチェと息子ジャウメの、演談を進めたが、叶わなかった。ハイメ一世の死後、王位についた、ジャウメ二世は、総主国アラゴンの王であるアニペドロ三世と対立。マヨルカが、 アラゴンの属国であることを認めようとせず、貢ぎ物を送ることもなかった。しかし、満足に王国の体裁を成しておらず裁判所などの社会、制度もないマヨルカは、結局アラゴンに屈せざるを得ず、1279年に結ばれたペルピニャン条約で正式にアゴン王国の管轄下に置かれ、ジャウメ2世はペドロ3世の進化となった。マヨルカ王国は、アラゴン王が政治、 経済的に管轄し、裁判権を持ち、王国の存続自体をアラゴンに左右される存在となった。劣勢を跳ね返して、ペドロ三世に対抗すべく、ジャウメ二世は、ローマ教皇マルティヌス四世、フランス王フィリップ三世と連合した。マルティヌス四世は、ペドロ三世を破門して、アラゴンをフィリップ三世与えると宣言。アラゴン十字軍として、連合軍が、 ペドロ三世に挑むも、フォーミックス島の戦いで敗れてしまう。ペドロ三世は、反撃に転じ、バレアレス諸島を侵攻したが病を得て救世した。さらに同年マルティヌス四世、フィリップ三世も、相次いで亡くなる。しかし、ペドロ三世の長男、すなわち、ジャウメ二世の老いで、アラゴン王位を継いだ、アルフォンソ三世は引き続き、バレアレス諸島を攻め、 1285年から1287年にかけて征服、併合に成功した。ここにおいて、マヨルカ王国は基盤となる当初ょ武土を失ったのである。1295年、アラゴン十字軍及びシチリア王国の紛争を解決するために、強行ボニファティウス8世、フランス王フィリップ4世、アラゴン及びシチリア王ハイメ二世、 アルフォンソ三世の弟、ナポリオ・カルロ二世らと結ばれたアラーニ朝約によって、バレアレス諸島はマヨルカ王ジャウメ二世に返されたが、以前の通り大陸領土を含むマヨルカ王国領は、アラゴンの強い管轄下に置かれた。ハイメ二世は1298年以降アラゴンの創始権を認め、内政に専念。都市を再建し、農業を奨励し、経済を発展させた。 ジャウメ二世が1311年に死去した後は、次男三女一世が継いだが創生し、1324年、三女の多いジャウメ三世が王位を継承した。しかしわずか9歳での即位のため、摂政協議会を必要とした。当時、アラゴン王ハイメ二世が、マヨルカ王位の返還を要求するなど、難しい状況下での王位継承であり、摂政協議会は、翌1325年、 三朝一世時代に、サルデーニャからの侵攻を防ぐために発生した、莫大な負債をすべて支払い終えれば、アラゴンは、迷るか大井継承権に関する主張を放棄すると、ハイメヨに確約させた。この協定は、大井継承に関する危機を解決したものの、王国を深刻な財政危機に陥れることになった。アラゴンの強い影響下に置かれた上、アラゴン王アルフォンソ四世、ジヒオの、 娘コンスタンサを日に迎えた、ジャウメ三世の政策は、必然的に、アラゴンと同等の方向性を強制されることとなる。サルデーニャの領有権をめぐって1329年から1336年にかけて行われたアラゴン対ジェノバの戦争にも巻き込まれ、多大な経済市場を失う結果となった。その結果、国内に、 新たな税を設けたり、領内ユダヤ人に過料を課すなどの方策が取られた、ものの、財政危機を解決するにはほど遠かった。財政問題は終わりを見せず、1341年、ついに、アラゴン王ペドロ4世は国交を断絶、再びマヨルカへの侵攻を伺う気配となった。1343年、ペドロ4世は、バレアレス諸島へ侵攻を開始、 続いて、翌1344年には、ルシオン、セルダーニュにも侵入した。これにより事実上マヨルカ王国は滅亡した。ジャウメ三世はもはや、フランスにわずかに残る領土を守ることで、精一杯であり、1349年10月25日、リュクマヨールの戦いに敗れ、戦死した。これに伴い、マヨルカ王国は、完全に、アラゴン王国に併合される。 マヨルカ王国の滅亡は、必然的に当時の国際的な紛争すなわち英仏100年戦争へも、若干の影響を与えることとなった。ジャウメ3世の子、ジャウメ4世は、アラゴン王国軍に捕らえられ、1362年まで、バルセロナに遊兵されていたが、逃亡して、ナポリ女王ジョ序盤な一世を頼り、翌年、序盤だと結婚。領土を失ったまま、マヨルカ王を称した。 次に、イングランドのエドワード・クロ大使は、カスティーリ王国の内戦で、フランスが支援する、エンリケ2世、恩寵王に敗れて、亡命を余儀なくされた、ペドロ1世を支援して、カスティーリに遠征した。ジャウメ4世もこれに帯同し失地回復を図るが、従軍中に病にかかり、エンリケの軍によって、囚われてしまう。ジョバンナの尽力により解放され、ナポリに戻った。その後も、 アラゴンとカスティーリアの戦争に乗じて、コチルジオンセルダーニュ回復を図るが、両者の和睦により失敗。カスティーリアに逃れ1375年失意のうちに、ソリアで病死した、毒殺とも割れる。ジャウメ4世紀の死後、幻のマヨルカ王位は、妹のイザベラが受け継ぐが、モンフェラート公国の序盤に2世に嫁いだ彼女が1406年、フランスで死去したことで、 マヨルカ王家は断絶した。以下、名義上のマヨルカ国王を楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。